シャーロット・ピンクニード・レーパーは、アメリカのニューヨーク州出身の宣教師、社会事業家。1890年代の日本において、神奈川県横浜市の横浜訓毛学院の前身である盲人副委員会、北海道函館市の北海道函館毛学校の前身である函館訓毛会の設立に提止し、視覚障害者の教育や社会での自立のために貢献した。 息子は、キリスト教の宣教師であるギデオン・フランク・ドレーパー。聖職者の父のもとに誕生した。夫のギデオン・ドレーパー・ジュニアは、イギリスからアメリカに渡ってきたギデオン家の一人で、聖職に全生涯を捧げてきた家系の出身であり、父の代から伝道者として、多くの功績を挙げ、周囲からの尊敬を集めていた。息子のギデオン・フランク・ドレーパーは、1880年に、 結婚直後、福音伝道のために、日本に渡り、横浜区の山手に在住した。シャーロットもまた息子夫妻の助力のために、夫ギデオンと共に、アメリカを立ち、翌1881年に、日本に到着した。以来、常に夫を助け、若い息子夫妻を知識面で助力した。しかし、夫ギデオンはもともと体が弱く、無理をしての渡航の上に、悪天候で、 船旅が長引いたことで体調を崩していた。加えて、日本での無理がたたり、1888年末に死去した。日本での伝道の基礎が固まり、本格的な行動を開始する矢先のことであった。シャーロットは夫を失って、大いに悲しんだが、神が夫を日本の土にしてくださったと信じ、そのまま日本に泊まった。そして、 外国人宣教師婦人会で伝道を助けるとともに、一家の使命を全うできるようにと、神に英知と力を求めて祈り続けた。聖職者の妻としての経験を活かした、今後の生活を模索していた矢先の1889年2月、偶然にも、あんまとして働く、視覚障害者の少女との出会いがあった。そして、 彼女がまだ16歳の若さであり、教育の機会もなく、貧乏かつ劣悪な環境での生活を強いられていることを知った。アメリカではすでにパーキンスモー学校が設立されており、幼稚園での教育も開始され、視覚障害者も文化的な生活が心がけられている時代であった。シャーロットはこのことで、日本での盲人教育の遅れを痛感し、 視覚障害者のための学校の設立を決心した。当時の日本人には、障害者に教育や文化的な環境が必要と考えるものは少なく、資金集めは難航した。教育の場所を探そうにも、足がむくむほど歩き回っても、シャーロットが外国人という理由だけで断られることも多かった。そんな中で、東京英和学校の卒業生からの助力が得られ、 さらに教育のための施設として、横浜市内に安い建物を借りることができた。1890年9月には、中村町で、感謝儀東会が開催され、これが、盲人副委員会の始まりとなった。シャーロットや、息子ギデオンは、視覚障害者らに、突事や、日常生活に必要な知識などを教え、キリストの愛の実践を目的としての生活の救済に当たった。 母子供に、訪日の目的は伝道であり、教育は本来の目的ではなかったため、日本での盲人教育は手探りであった。費用の捻出のために、シャーロットは本国から持参した物品を金に変え、普段の生活も節約を心がけた。他にも、手製の粗末な教材を教育に用いたり、アメリカの知人に手紙を書いて、盲人用の教材を譲り受けることを依頼したり、 パーキンス盲学校から教材や教具を取り寄せたり、日本の展示を取り入れるなど苦労は多かった。日本人の中にはキリスト教徒であるシャーロットや息子ギデオンらを偏見の目で見る者もいた。単に食事だけが目的で集まる人々も多かった。副委員会の世話になりながらもシャーロットたちを裏切り、彼女らの家のものを盗んで逃げ出す者たちも多かった。 しかしシャーロットたちは苦難にあっても活動をやめることはなかった。やがてシャーロットたちの繊維は通じ、学習の喜びを知り、酒や賭博といった悪臭を改める者が次第に現れ始めた。教会に通う者、受洗してキリスト教徒となる者も増加し、その中には長期にわたって刑務所に入っていた者すらいた。またシャーロットは困窮する者を助けずにはいられない性格から、 1890年に、米加工等による、休眠増加を憂慮して、メソジスト教会や横浜の宣教師である、CW ・バンペテンらの協力を得て、聖教女学校の校庭で給食を始めた。多くの人が集まり、新聞でも報道され、日本国外の人々からの寄付も得られた。これが、横浜婦人事前会の狭い所や救済所の設立のきっかけとなった。 1892年、息子、ギデオンの函館の殿堂を通じて、関東地方の殿堂が進む一方で、北海道は電動が進まず、恵まれない、視覚障害者たちも多いことが明らかになった。シャーロットはそれを知り、自らも北海道に渡り、函館の視覚障害者に尽くすことを決意した。1895年、シャーロットは家族らと共に、函館へ転居した。 すでに60歳を過ぎて、体の衰えが目立ち始めており、息子の妻であるマイラの反対を押し切って、不自由な長旅の末の到着であった。1897年、箱館在住時のシャーロット、写真中央の手押し者で書籍を運んで、電動活動を行っていた。シャーロットは、箱館でも、息子の制作した資料をもとに、自ら、箱館区内で足を運び、 視覚障害者たちの状態を調査した。やがて、横浜の盲人副委員会と同様の教育のための団体の創設を発案し、79円の寄付を集めた。同1895年、函館の青柳町に函館君盲会が創設され、シャーロットが初代校長に就任した。ただし高齢と言葉の問題から、函館君盲会の創立に直接関連したのは、 息子の妻、マイラ、函館やい女学校校長のオーガスタ・デ・カルソン、メソジスト教会の人々であった。函館は横浜同様の港町で日本国外からの人の出入りも多かったが、北海道の長く厳しい冬と文化の遅れにより、学校創設の苦労は横浜以上で、その苦難は想像以上であった。シャーロットは意志の強さは変わらなかったが、高齢もあって、しきりに、 体調不良を訴えるようになった。それでも、少しでも体調が回復すると、視覚障害者の家を訪ねて、函館君も会へ誘ったり、聖書などのキリスト教の書物を、手押し者に乗せて伝道したアリークなどの活動を続けた。1899年に入ると、さらに体は衰弱した。息子のギデオンから横浜までの療養を進められたものの、神に定められた第三の故郷だと信じ、 箱館てを動くことはなかった。同1899年4月7日、66歳で死去した。晩年は、孫の世話をしながら静かな余生を送りつつも、死の数日前まで横浜の盲学校の存続を祈り、アメリカの知人に運営費援助の依頼の手紙を書いていた。その意思はマイラに継がれ、横浜君盲学院へとつながっている。母妃は、夫と共に、 東京都の青山霊園の外国人墓地にある。ありがとうございます。